黒岩つとむは、日本の構成作家、脚本家及び小説家である。1973年埼玉県生まれ。青山学院大学経営学部卒業後、ラジオテレビ番組の構成作家となる。2008年フジテレビアングシナリオ大賞で加作を受賞。2009年、世にも奇妙な物語で、脚本家デビュー。連続ドラマ、ライアー、ゲームシーズン2映画。 ライアー、ゲームザ・ファイナル・ステージの脚本を執筆。2010年、それは自殺5分前からのパワープレイで小説家デビュー。現在は主にフジテレビ系列のテレビドラマを活動拠点として積極的な執筆活動を続けている。ミステリー作品を手掛けることが多く、また世にも奇妙な物語において作品を執筆するときは主に社会派系の作品を 手掛けることが多い。2017年、僕のやばいつまで、第3回アジアレインボー TV アワーズ、最優秀脚本賞と、第5回、市川新一脚本賞を受賞。ヤングシュナリオ大賞、富士テレビ、著作物での紹介文アマゾンハット、妻吹ぶさとが、TBS で16年ぶり、主演、東野敬語の、危険なビーナスドラマ化。映画ナタリー。 h t t p s n a t a ラッ m u 映画 /.news/.3927422020 年8月20日閲覧。ありがとうございます。